チャンネル。こんにちは、エンジュです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今日のテーマは脱反数思考、ネガティブループから抜け出す方法ということでお送りしたいと思います。はい、ということでね、今日はね、ネガティブループですね。嫌なことばっかりずっと考えてしまうっていうね、そういうループにはまること時々ありますよね。もう何回もというね、同じことを繰り返す。まるでね、引退するって言いながら何回も引退しないジブリの宮崎駿監督さんのようなね、感じでぐるぐる回っていくというね、感じのことあると思うんですが、はい、ここでね、今日はね、いい方法をね、ご紹介したいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。今日はね、注意訓練法というね、方法をご紹介しますね。まあ、認知行動療法とかね、マインドフルネスとかね、されてる方はね、それでいいと思うんですが、ちょっと難しいというかね、あれなんで、まあ、今日簡単なね、方法で、それもね、割と効果がね、すぐに出てくるというものを紹介しますので、この注意訓練法というやつをね、ちょっとやってみてください。その、まあ、ネガティブなね、感情がぐるぐるとね、こう、反芻するようにね、こう、繰り返されると、そこからこう、抜け出せなくなっていくんですね。どっぷり使っていくというか、そうすることで、もう客観性、自分を客観にすることができなくなって、もう苦しみ悩みしかなくなっていってしまうと。その泥沼にどっぷりこう使っていて出れないとなると思うんですが、その時にどうしたらいいかという方法なんですが、ご紹介しますね。まあ、簡単に言うと、こうネガティブな感情から注意をそらすっていうね。私たちはそのネガティブな感情にスポットを当てて、それに捕まってしまって、次から次とまたその考えないと思っても考えちゃうというね、ことになると思うんですが、その注意をそらすっていうんですね。これ簡単な方法なので、ちょっと今やってみてくださいね。今からね、ちょっと BGM というかね、音楽を流しますので、これね、なんか水のボコボコいう音と鳥の音とね、割と他の音もありますけど、まあ聞き取れると思うんです。で、まずは最初ね、水の音を聞いてください。はい、その水の音に集中して、水の音だけに注意を向けて6分間です。6分間水の音を聞く。はい、まあ、この動画は活用してますけど、そして今度は鳥の音に注意を移して、鳥の音を6分間聞きます。はい、6分聞いたとして、そして今度は水の音と鳥の音を同時に聞くんですね。平等にこっちもこっちも同じぐらい意識して、これを3分間聞きますね。はい、という方法ですね。うん、だからこうネガティブな感情にフォーカスしてしまって、こうロックされてしまうことになるので、注意をまずこうこっちに水の音に移して、そして次は鳥の音、そして最後両方っていうね、この方法でやってみるんですね。どうですか。まあこれこのまたね、長い版を作ってたらいいかもしれませんけど、その BGM ね、6分尺使ってやってもいいかもしれないんですが、まあ、皆さん日常の中でね、今、まあ、例えばなので、日常の中で別に電車の中だったら電車の音と、なんか他の音でもいいですし、さっき私オープニングでやったように、これ指一本でもできるんですね。この指に注意を向けて、今度はこっちの指に注意を向けて、最後両方同時に注意を向けると。この方法でもいいですね。とにかく注意を一つ二つ同時というね、何か、まあ目より音の方がやりやすいかと思うんですが、それも皆さんアレンジしてみてね、自分がまあ一番やりやすいものを見つけてやってみてください。方法は同じですから、これとてもね、いいんですよね。まあ簡単にこう言うと、これでも感じるでしょ、こう集中しろって言ってね、集中していくと結構ね、長時間やるとね、やっぱりいろんな思い浮かんでくるんですけどね。ただね、こう二つ同時にやると、こっちとこっちの両方同時に意識すると何も考えられなくなるんですね。うん、これ人間の脳ってそうなってるんですね。一つやったら集中してても他のこと浮かんできて、またこう流されるんですけど、二つ同時やったら余計なことも考えられなくなるんですね。だ、これまあおすすめです。慣れてくると、もうパッとこうね、二つのものを同時に、何かにこうスポット当てるんじゃなくて、まあ二つ三つでもいいですけど、まあマインドフルネスとかだったらね、起こってくるままにって見ていくんですけど、まあ今で言うと、この二つ同時にこの指と指を意識するってやるだけで、もう余計な雑念とか妄想とかね、ネガティブなこと起こらないので、これでまあ切り替えていくと。もちろんね、長いことやってたら浮かんできたりね、やめたら浮かんできたりするんですけど、ここで大事なのは、その注意を選択していけるっていうことのね、きっかけというか、そのこれができない場合は、そのネガティブな思いにもうぴったりとこう張り付いてるようにね、自分とネガティブがもう一つになってるのをちょっと離して選択していけるようになる。
ということなんですね。なのでこういうちょっとまあ訓練って言ったら大げさですけど、まあ、ちょっとお遊びでいろいろやってみて、音を聞いてねやってみたりしながら、その注意を選択できるようになっていくと、ネガティブな思考、自分のこう繰り返した反芻されているものが距離を取れて分離して、そして選択し直せるという判断がね自分でできるようになるので、水分とそのスペースができると楽になると思いますので、これぜひね使ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。エンジュでした。これいいでしょ、これ、はい、よくねやってたんですよね。本当にねこの一つに集中するより二つ同時ってやるとね変わるんですよね。はい、二つ同時です。やってみてください。二つ同時。